母校大です。あ、国立の免許はしてなくて、志向からある意味男子校みたいなところに来ておる。教室とかも結構臭いんですよ、夏はとか。慶応の理工も。はい、わかりました。嫌になっちゃって、そういうのが。そのなんで理系なのに、はい、なぜそんなに英語を。はい、英語を取れました。すごい。森田さんの動画を一気見しました。通訳案内士取れたらそっちで行くか、トラックドライバーになるか。なんで始まりました、もちですよね。さあ、今回はですね、はい、スペシャルゲストですね。はい、こんにちは、みんな江口です。はい、よろしくお願いします。はい、みなさんはですね、すごい経歴が面白いので東工大ですよね。はい、実はなんちゃって東工大。なんちゃって東工大未来の東京科学大学じゃないですか。はい、ね、ベイマックスにも出てきた。あ、そう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 ですね。その東工大を出て、はい、そして今もう英語すごいらしいじゃないですか。いやいやいや、トイックも LR も満点だし、はい、SW も満点ということで一応、はい、いいのを取れました。すごい。そのなんで理系なのに、はい、なぜそんなに英語を、ちょっと聞きたいんですけど、はい、ぜひお話しさせてください。はい、まず、はい、受けたのが、まあ、東工大、他も受けたの。受けてました。総計上智、理科大、明治とか、はい、いろいろ受けてて、もともと理系にしたいっていうのはもう高1ぐらいから決めてたんですよ。もう社会とか国語がもうあまりにも苦手すぎて、そうだったね、暗記できないっていう感じで、で数学とかもう物理も好きかなと思って理系行ったんですけど、でも高2の時点でもう全然学校の勉強ちゃんとやってなくて、クラスでも相当下の方っていう感じだったんですけど、高3の4月とか、まあ、春休みの時に早稲田の理工にもう絶対行きたいっていう風に思ったんですよ。なんで早稲田理工、はい、当時私がライゾマティクスっていう、はい、あのメディアアートの会社にすごい憧れていて、でそこに入りたいと思った時に、まあ、アートと芸術のなんか融合みたいなことを学べる学科がそこの早稲田の機関理工にあって、あ、じゃあもう私はもう絶対ここに行くって決めたんですよね。そうだったんですね。はい、でも国立の勉強もしてた。いや、国立の勉強はしてなくて、でもあの中高一貫校で女子校だったんですけど、クラス分けがこう国立のクラスに先生から早稲田受けるなら科学と物理両方やらないといけないから、だったらまあ国立のコースに行った方がいいよっていうことで、センターでも取れたんですね。センターはまあでも東工大あんまり足切りはそんなに、はい、厳しくないんですけど、一応英語は多分一問間違えぐらいで、物理科学とかそれなりに多分できたけど、地理とか多分半分も取れてないかもしれないです。国語とかは、国語とかももう完全に捨てちゃってましたね。でそれで私立はどうだったんですか。多分大体総計上智理科大明治あったりは一応受かりました。でただ肝心の早稲田の行きたかった機関理工だけもう当日頭真っ白になっちゃってあまりにも思いが強すぎて、ああ確かに確かに、もうダメだって。だって一応補欠だったんですけど、うん、やっぱり特殊な学科だし、うん、定員も少ないので、うん、繰り上がらなくて残念ながら諦めたっていう感じで、そこ以外はみんな良かったんですもんね。ほぼほぼ受かりましたね。早稲田の教育ダメだったかもしれない。やっぱなんか早稲田への思いが強すぎてなんか大隈重信に多分ちょっと拒絶されたのかもしれないですけどスポカは行ってる、ね、あ、スポカだけ、そうなんです。スポカだけ受かって、でもちょっとそんなにスポーツ得意じゃないので、でも慶応の理工も受かった。はい、受かりました。でだからもうその時点ではもう慶応の理工にじゃあ行こうかなと思って、でそうなってたんですけど、学校の先生から国立コースだからどこも受けないなら一枠あるならどこか受けてくれっていう風に言われて、で先生からなぜか東工大を勧められて、でも私学校の定期試験とかものすごい悪かったんですよ。その高3の4月から急に勉強し始めて、めちゃめちゃ勉強し始めたので、他の先生たち、担任の先生以外は私のことをもうめちゃめちゃバカだと思ってたんですよ。まあ、実際すごい成績悪かったんで、物理の担当の先生とかにどこの大学って聞かれて、東工大受けることになるんですよって言ったら、えみたいな、ちょっと
と厳しいんじゃないみたいな、記念受験ぐらいはしてもいいと思うけどみたいな風な扱いだったんですけど、担任の先生だけは結構模試の成績とかを見てくれてたんで、こいつはやれば最後いけるかもしれないっていうポテンシャルを感じてくれてたみたいで、東工大のことをあんまりよくわからないまま一応申し込めまして、でも先生から過去問とかやるのももう本命早稲田終わった後でいいから、まあリラックスしてとりあえず行くだけ行ってくれって言われて、でなんで早稲田の受験が終わって最後5日間ぐらい過去問解いて、でも東工大の数学3時間とかあるんですよ、はいはいはい、でも自習室で解いて2時間半ぐらい寝て3時間かかったんですけど、できなさすぎて、でも自己採点もうなんか0点だなっていう感じで、あ、まあ、もう無理だなと思いながら一応受けに行って、そしたらまあやっぱり英語でおそらく稼げたんだと思うんですよね。なるほど。 でも初めて和訳とか、あ、そう、形式違うやつ、確かに、だからその辺はやっぱり英語は多分得意だったから順応できたというか、なんとか、なるほど、はい、まあ、逆にリラックスできたかもしれないですね、完全にもう諦めてたからこそ。なるほど。あと女子トイレが当日空いてたっていうのもあって、結構コンディションで、ね、男子トイレ行列ですごい大変そうだなって思いながら、東工大さすが、はい、リラックスして受けて、で物理化学もまあまあ稼げて、で数学がたまたま当日整数の問題が1個大問で出たんですけど、私がその直前の学校の講習で数学の講習になんとなく申し込んだんですよ、でそしたらその時も私しか申し込んでる子いなくて、先生と教室2人きり1対1みたいななって、その時にたまたま先生が整数問題を選んで5日間ぐらいやってくれてたんで、私が整数問題が来たと思って、これならいけるんじゃないかと思って解いて、多分それが正解したと思うんですよね、でやっぱ大問1個大きくて、で他も多分部分点ぐらいはもらえて、でなんでなんとか合格点にたどり着いて、そこで突破したわけですね。突破しました。英語は得意だったんですか、昔からやっぱ。あ、でも中1でまあちゃんとやり始めて、それまでもまあ地元の英会話教室とかには一応行ったりはしてたんですけど、あんまりよく分かってなかった、とりあえずまあなんかワイワイ話す、騒いで楽しいぐらいの感じで中1で学校でやり始めて、でもなんかその時は私まあ楽しいと思って、すっごい担当の先生がめちゃめちゃ面白い人だったんですよ、楽しいから結構家でも頑張って単語とか覚えて成績良かったんですよ最初、そしたらなんかちょっとうち親が英語の先生だったんで、周りの子もそれ知ってたりして、なんかお父さん先生だからいいよね教えてもらえてみたいな言われて、うわなんかちょっと自分でやってるのにちょっと辛って思って自分でやってるのにみたいな思って、親のおかげだよねみたいになってるってことですか。そう言われちゃって、ね、私に宿題見せてみたいな感じで、いってらっしゃい、あんまいいよみたいな、見せたことかにそれ言われると、いやもう自分でやったらできるようになるんじゃないかなみたいなありましたけど、そっからちょっと嫌になっちゃって、そういうのが、ああはいはい、はい、そうでも全然勉強しなくなって、単語テストとかもなんかもうずっと落ち続けるみたいな、なっちゃったんですよね。それはやっぱ反動で理系に行ったの。反動で、そうですね、理系に行って反動で理系に行った、反動、なんか多分ずっとそういう反抗的な気持ちが結構強くて、ですね、だからもう親と同じことはもうやりたくないみたいな、すっごいそうなっちゃって、だから今こう英語教育の世界で仕事してるっていうのがもうなんか自分で多分そう偉くなったけどなんだかんだ戻ってきたっていう感じで、なるほど。でもまあ高校生とかになってやっぱりでも英語は結局好きだったんですよね、で自分でまあこまごまと勉強して、でももう高3の時点では物理化学とかがもう数学とかをもうめっちゃ上げないといけないっていう状況だったんで、英語よりはもうそっちをバーって勉強して、英語はまあずっとやってきたんで、まあまあみたいな大学では結局どういう研究したの。結局大学は、いやもう大学入って超大変で、ほいほいほい、もうそのさっき言ったみたいになんかまぐれで入れちゃったので、入って
ってからすごい男子が多いってことも知ったし、その入れると思ってなかった、あんま調べてなくて学校のこと、うん、でそれで入学式でうわもうなんか真っ黒みたいな、真っ黒スーツの子しかいねえみたいになって、あー、はいはい、あー無理だみたいな、その女子校で6年間やってきて、あそうだ女子校からある意味男子校みたいなところに行ったわけですね。ちょっと教室とかも結構臭いんですよ、はい、夏場とかなんかそう、はい、女子校のこうなんかいい匂いだったのが臭くなって、でもダメだと思って、ですごい成績も悪かったんですけど、なんとか3年間はやり過ごして、でまあその時もちょっと留年しそうになったタイミングとかあったんですけど、大学4年になって研究はですねちょっと特殊な考古学と技術を掛け合わせたような研究室に入って、ゴリゴリの例えば人工知能とかの研究室が人気だったんですけど、はい、もう多分そういうとこ入ったら間違いなく卒業できないだろうと思ったんです。なんでちょっと文系のエッセンスがあるところ、まあ、文系嫌だって言ってたくせにそういうところに入って、で振袖の柄をこうコンピューター上でシミュレーションするみたいな研究をしました、最終的に。そんな研究があったんですね、はいはい、でまあ、研究室は緩い研究室だったんで、1年間古墳をこうレーダーでブーンってこう分析したりとか、そういうことをしまして、なるほど、なんとか卒業できました、4年間で。パックンのクラスとか池上彰のクラスとかは、あ、わー受けなかったんですよね。人気あったんで、人気なんで、ね、違うところに行っちゃいました、なんかどちらかというとやっぱアートは好きだったので、それでアートのクラスとか取ったりして、なるほど。でも大学入ってからはもうすごい理系が好きだったはずなのに、やっぱりもう周りのレベルが違いすぎて、もう完全に落ちこぼれて、でその顔にすっごいニキビができちゃったんですよね、そうなんですね。プログラミングアレルギーみたいになっちゃって、でもう絶対エンジニアはもう無理だと思って、大学はもうちょっと4年間で修士は行かずに就職してっていう感じでした。そうだったんですね。でもその英検1級取ったりとか、はい、トイックとかはこうどういうきっかけで取ったの？あ、そうですね、まあ、最初大学生になってから英語をもうずっとやんないまま最初20歳ぐらいになっちゃったんですけど、はい、その時にちょっとアイスランドに一人旅に行ったんです、はい、アイスランドに一人旅、はい、一人旅、はい、なんかその前大学生の時2年間ぐらい掃除のバイトやってて、すごいなんか月25日とか、なんか働かされてたんですよ。掃除のバイト月25日25日、はい、なんかちょっと偉いブラックで、シフト自由制って書いてあったから入ったのに、なんか入ったら勝手にシフトが入ってきちゃうみたいな感じで、でそれもちょっと疲れ果てて、でもなんか私も洗脳されて、なんか私は掃除するために生まれてきたのかもしれないみたいななって、もう一生掃除で生きてくわってなってたんですけど、怖い怖いさあなってた時に急にちょっとやめないといけないことになっちゃって、でちょっと頭にきたと思って、その月25日とか入れられて、全然その旅行とかできてなかったんですよ、それまで大学生らしい、急に解放されたから、アイスランド行ったろうと思ってチョイスとしてなぜアイスランド、アイスランドオーロラ見たかったんですよ。あ、はいはいはい、なんかバイトのこととかどうでもよくなるぐらい大きいものを見たいなと思って、アイスランド行こうって、もうやめるってなった時のバイトの控え室で飛行機の時間とか調べて予約して、でアイスランドに行ったんはいいんですけど、だから高校生の時とか得意だった英語っていう風に自分で思ってたから、英語のツアーに申し込んだんですよ。あ、なるほどなるほど、はいはい、なんかせっかく海外行くなら日本人とあんまり話すよりは外国人と話したいと思って、ただやってみたら全然聞き取れなくなって、ツアーの人ガイドの方はアイスランドの人なんですけど、まあ英語ペラペラで、はいはい、で参加してる人もなんかアメリカ人ばっかり、でもう集合時間とかも全然聞き取れなくなって、各エリアでここで解散ってされた後も怖いから常にこう同じバスに乗ってた人をこう目で追いかけながら回るみたいな感じで、でもめちゃくちゃショックだったんですよね。それが帰ってきてオンライン英会話を始めて、このまんまじゃダメだって思って、でそこからオンライン英会話とかをやってたら、TOEIC は950点ぐらいまで上がったんですよ。大学入った時は最初820ぐらいだったんですけど、でもまあその後就職は全然関係ない大分県に引っ越したので、大分、全くまあ英語も使う機会なくて2年間ぐらい過ごして、まあまた放置っていう感じに、ただ2年前ぐらいにちょっとまた千葉の方に戻ってきまして、英語関係の仕事の機会をもらいまして、でそこからやっぱり自分が教えたりするようなことも出てきて、
たので、うん、今高校の教科書の動画で私英文法を教えたりもしてるんですけども、はいはいはい、だからやっぱり自分ももうちょっと英語を勉強しないとまずいと思って、うん、でまた TOEIC 勉強し始めまして、うん、そこから最初リスニングが満点になって、うん、ライティング、スピーキング、リーディングっていう感じで、うん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 、一応順番に 1,2 年かけて全部満点取れたかなっていう感じでした。それでも 1,2 年で行ったんですね。そうですね。苦労はしました。でもリーディングが一番大変でした。あ、うん、私はリーディングのあと5点がなかなか出なくて、うんうん、でそれに多分1年ぐらいかかって。1年ぐらいで最初は闇雲にもう毎月毎月受けて、うん、数打ち当たるだろうって思ってたんですけど、はいはい、最後の方はもうちょっと1回冷静になろうと1年ぐらいそうですよ。だって10回も受けて5点取れないって絶対なんかあるじゃないですか。バグレじゃなくて985がずっと続いてると。そうなので、ちょっとちゃんとスコアシートとかを見て、うん、あとはその自分で問題集解いて、うん、あ、どうやら毎回パート5とか6で分かってないことがある。やっぱり英文学科とかじゃなかったので、はいはい、文法とかでおそらく分かってないことあるなって思ってから、うん、ちょっとそこを重点的にやろうっていうことで、その時に森哲さんの動画を一気見しました。一気見、ありがとうございます。全部 YouTube に上がってるの全部見るぞ、はい、と思って見たら仮定法現在のはいはいはいざっととかで原型とかを、はい、これ知らなかったみたいな。あー、おー、はいはいはい、だってで、それ次受けた時とか、あ、鳥が噂のみたいな噂の、はい、出てきたってなって、うん、ついに満点が取れたんですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。いやいや、とんでもございません。とんでもございませんなるほど、そういう感じで撮ったわけですね。そうなんです。活動としてはどんなのをやってるんですか？活動としては今最近ですね、1ヶ月前ぐらいノートを始めまして、はいはい、ちょっとまあ今までは自分の勉強っていうのに重きを置いてたんですけど、うん、せっかくなので同じような目標を持ってる方とかに私の体験が参考になったらいいなと思って、うんうん、どういう勉強をしてきたかっていうのをちょっとノートのマガジンにまとめて、はい、今一応販売はしてるっていう感じです。そうなんですね。はい、そういう感じでそこ見ればどうやって勉強してきたか見れるわけですね。そうですね。かなり具体的なこととかも書いてます、うん、こういう風に勉強しましたっていうのを。リスニングリーディングに関してはすごい世の中に情報いっぱいあると思うんですけど、多分スピーキングライティングテストってあんまり情報がないかもしれないですね。だからもし SW を満点取りたいなとか高得点取りたいなと思ってる方がいたら参考になるかなと思います。なるほど。じゃあ概要欄に貼っときますので、あ、はい、ぜひチェックしていただけたらありがたいです。ありがとうございます。はい、じゃあ今後も英語でやっていくわけですね。一応そのつもりですね。わかんないです。いや、わかんないですね。またね、理系にこうやって戻るかもしれない。今日話してないところも本当にいろいろありました。はい、なのでまだこれからわかんないんですけど、今は準中型のトラックの免許を取ってます。最後に全然関係ないのぶち込んじゃったんですけど。でも通訳案内士も勉強してるんですか？通訳案内士も勉強してます、はい、なんで通訳案内士取れたらそっちで行くか、ああトラックドライバーになるかなんで分かんないですけどねという感じで、はい、ということで今回はリナさんにおいでいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。